はい、吉川優です。ラベンダーの岡田まりなです。はい、というわけで、はい、ついに私来ちゃいました。初登場、あら、お料理コーナー、イエーイ。やったー、すっごい嬉しい。私2回目なんです。2回目、もう料理のもう腕はあれなんで。2回目で、はい、本当かな。確かなんですよね。今日もすっごい楽しみ。普段料理はしちゃうんですよね。これが本当にこれがそこそこ。本当ですか？今まで皆さん見てきてそれ本当に確信してる。私そのなんせ釣り人なんで、はい、やっぱ魚をさばくっていう点では本当もうめちゃくちゃ、あー確かに経験値があるし、ね、経験値。今日はなんと和食らしいんですよ。はいはいはい。で、まあ、噂に言うとお魚を使った料理っていうみたいですね。ですね。だから私呼ばれたんだと思います。これはあら、私も以前、はい、あの魚をする人間として、魚をする人間、魚釣りをする人間として、はい、実家茨城の方でお父さんと一緒にイワシを123匹ぐらいちょっと待ってください。そのエピソードしかないですよね私はね、今まで長年言ってきて、何回も一緒に仕事して、そのエピソードしか聞いてないんですよ。そうなんです。でも、はい、それでイワシを釣ってきて、はい、さばいて、うん、なめろうみたいなのにして、 お団子を作って、はい、つみれ汁っていうのを作ったなので私も呼ばれたんじゃない。なんで無視したんだあ、だから今回は、はい、呼ばれたとだと思いますよ。じゃあまあ2人で力を合わせて、そうですね、同じ事務所の釣り人間として頑張りたいなと思います。頑張ります。さばきます。先生よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ先生、今日は何を作ってくれるんですか？なんかおかしいかな、ブリの照り焼き。ブリの照り焼き、ブリの照り焼き、ブタブタになってんだけど、あったまから大丈夫ですかこれブリの照り焼きです。ブリの照り焼き先生、めっちゃ面白いなと思って、相変わらず、うん、いやいや、これは真面目に仕事してんよ。なんかカメラ回ると口数減りますねそこ言うなよ、あんまりそこは言わないでおきましょう、はい、そしてブリの照り焼きです、今日は。はい、わいや、じゃあやりますか、早速やりますか、はい、じゃあ、まず手を挙げてください。はい、よし、よし、作るぞ、作るぞまあ、作りましょう。切ってある。でも切り身、ブリじゃないですか。釣り人なんで、さばくとこから今日やるのかなと思ってました。ああ、まあまあ、ブリったらだってこんなになっちゃうからね、うん、確かに乗せらんないわ、ここへ。わー、これも綺麗に身も、これはあれですか、黒木先生がさばかれた、あーピーコック打ってあったやつですね、すいません、今ピーって音声が入ると思いますはい、ちょっと隠してください。はい、はい、なるほど、じゃあこれブリ、本当にね、よく、はい、これ片栗粉を打ってやるっていうのをレシピ本とか見ると出てるんだけど、今日はちょっと違うやり方でやってみようかなと思うんで、はい、まずなんとかクッキングみたいな感じでもう用意されてるんですね。それは何ですか？みりん。みりん、みりんを大さじ1。これお玉です。お玉1。お玉です。お玉1。酒、酒1。濃い口醤油。濃い口醤油も醤油、うん、全部同じ量ですね、はい、もうつけちゃいます。はい、でこれほっぱらかす、ほっぱらかす、うん、はい、放置。その間に、はい、その間に暇にしててもしょうがないから、はい、焼き物の手前にちょっとつける、あのね、あー、大根とかなんかあるでしょ。はいはいはい、はいはい、そんな類の、ちょっと今日は難しいことやっちゃおうかなと。あ、レンコン、レンコン、花レンコンでもやってみますか。え、包丁がやばい、これすごい包丁ですね、まさかり担ぐこれね、まさかりかつぐ金太郎が持ってるやつ。違うね、全然違うわ。違います？うん、花レンコンって知らねえかな。花レンコンって、あの、でも高級な、高級な料理とかについてるやつですね。なんか花になってるやつ、うん、はいはいはい、知ってます。最初だけちょっと見せようか。こうね、ここに穴あるの分かる？はい。これと下の穴を結ぶようにこうやって、あの、グッてグッてグッてやってみる。でね、でこう取ります。このこう取ります。いや、すごい、うん、なんか手がプルプル震えるな。さすが匠の技って感じですね。いやいや、簡単だよ、こんなの。
へー、で今度逆からポテト系。あ、でも鼻になってきた。あ、すごいすごいすごい。で今度はこれをゆっくりでいいからこうやって綺麗にならしていくだけ。へー、そしたらこんな、こっちもこういう感じで。うわ、本当だ。綺麗。レンコンがこんなに早く。レンコンでっかいから簡単だしね、これ。え、てかすごい、黒木先生に会ったら言わなきゃって思ってたことがあって。なんすか。私この間キャンプのロケをガールズナイトアウトやったんですけど、作りましたよ、ローストビーフ。あれ本当、教えていただいた。嬉しいこと言ってくれんね。え、もう簡単でしょあれ。え、簡単だしめっちゃ美味しくて、うん、もう主役になりました。へぇ、そう、パエリアじゃなかったの。パエリアじゃ、主役はもうローストビーフになりましたよあ、で、こんな感じ。あ、すごい、すごい。途中までだけどね、これちょっとゆっくりでいいから挑戦してみますか。お、大丈夫、見ます。なんちゃそれ。見る担当で大丈夫、見る担当なの怖い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 。穴と穴を結ぶって。ちゃ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 、うっそ何しました私今。いや、もう俺が聞きてえようなことしてた。ここの、こことここの間に線を入れればいいだけ。簡単に言うと、こことここの間だから、ここでしょ。そこに線を。え、ここですか。そうそう、そこです。あ、そういうことか。私ここにバサって言ってたからさ、下の線と上の線の、こっちの線とこっちの線を結ぶかと思ってました。びっくりしちゃった。そうそうそう、そういうことだ。あー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 。まあまあいいや、時間があるしちょっと練習してみてください。そんなの壊れたってどうでもいいや、そんなの。これはちょっと高度すぎたかな。いや、結構高度です。こんな大きい包丁を持つことなんて、あ、ないか。人生に一度ですもん。いや、包丁ってどこで買ってます。私めっちゃ今包丁欲しくて。うんとね、包丁、包丁コンビニとかでも買えんじゃない。いやいや、ダメでしょそれは。あれ、それは私だって持ってますよ、さすがに。包丁ぐらい、あの東急ハンズでも売ってるよね。京葉デー2とか。あ、ごめんなさい、ピーで。これもうピーだらけじゃないですか。ピーピーピー。あの、あれだよ、あのホームセンターとかでも売ってるよ、うん、最近。あ、ホームセンターでいいやつ売ってます。そうそう、ホームセンター、ホームセンター。あ、そうなんだ。売ってるって。そう、それこそ魚さばくのに、うん、そのアジの包丁でタイさばいたら折れて。あらららら。あ、そりゃね。そう、すごい。でもレンコンってすごい美容にいいんですよね先生うん、俺全然わかんないけどさ美容のこと俺に言わないでよ。でも食物繊維があるんですよね、うん、先生。うん、どうしたの今日は。なんかおかしい感じになってるけど、まあまあこういう感じで。うわうわ、めっちゃ綺麗。え、それ私が切っちゃったやつですか。はい、そうです。え、すごい。イエイ、かわいい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 。これピンクに染めましょうピンクには染めね。あ、染めないですかこれ、ね、でも普段染まってますもんね。そう、普段は染まりますもんね。色をつけて染めればピンクになるしね、うんうん、まあまあそう、 あれを今作ってる。そういう包丁ってやっぱりあれですかね、性格出ます。いや、出ますよ、うん、私キャベツの千切りを自宅、うん、まあ、キャベツの千切りが得意なアイドルとして最初デビューしたんですよ。何それ。はい、そんなデビューの仕方ってあんの。あの特技として。あ、で、あの記者会見で、うん、キャベツの千切りをひたすらするっていうドレスで、えっていうデビューの仕方だったんですけど、はいはい、私今でもダイエットとしてキャベツをよく食べるために、うん、キャベツの千切りを家でバババババってやるんです。こすったらもう下にずっとブワーってもうキャベツ が、ああ、まあまあ、あるあるですか。てか、いや、キッカーさん見てばわかるわ、そういう感じなんだろうなっていうやっぱ出るんですよ性格が。でも性格出ますかね、やっぱり、うん、もうそういう子言ってる間に私できてますから、うん、ほら、あ、綺麗綺麗。ほらね、やちゃん、こなんで俺この包丁使ってるか分かる。これでもいいんですか。まっすぐにするため、まっすぐにするため、うん、やろう、うん、ちょっと、いや、やってみたら分かるわ、はい、何センチですか。多分8ミリですよね、うん、8ミリ。そのあ、分かった分かった。え、あっさが変わっちゃうからだ。うん、それもあるし、このめきめき言っちゃうんだわ、この和包丁でこう切ると、うん、なるべくこれ、こんな見てくれしてるけど、刃がすごい薄いんだよ。スイカの切る用の包丁だから。スイカ、スイカ、音がだってこれ、めきめきって音しないでしょ、これで切ると。
わあ、これ細い。ほら。難しい。ね。あ、ごめんなさい。正確です。これはダメだ。正確です。大丈夫ですよ。料理は基本ですか。投げるが。いや、基本じゃねえよ。恐ろしいこと言ってるよ。本当は水に、ね、水入れたお水に張ってアク止めします。ね、で今日はでそれをすごい煮るんですか一回。そうそう、あの湯がくの。はい。酢を入れてください。酢を入れます。うん、で最初のこの色を覚えておいてね。ここ今こういう色してるから。はい。でこれ入れます。はい。これはあのお湯に沸いたやつに入れてまた沸かすんですか。もうあのもう水からでも何でもいい適当。何でもいい何でもいい何でもいい適当何でもいい適当だそうです。なるほど。うん。え全体的にこう透けてくるまでもう適当にボコボコに沸かしておけばいいんです。甘酢の作り方なんだけど、水1、2、3。誰今で砂糖も1、うん、1、これをよく混ぜて完成。あー簡単、うん、これ甘酢それだけですか。それだけ、はい、甘酢。へえ。紅白生酢とかさあんなのも全部、うん、全部大体あのこれにつけるだけ。お節料理、うん、そうそう。レンコンいいですか。ああそうだね、あの分かるかなこれ。あすごいクリアになった。本当なくなった真ん中の白いところ。ホワイトニングしたみたい。そうそうそう、こんぐらいまでもう茹でちゃってください。はーい、うん、で、はいはい、あ、来た今かっこいい。これ、ね、はい、もう、はい、ザーザルに開けました、うん、で、このまま氷水に落としたりとかなんとかしないでこのまま冷ましてください。はい、うん、で、これ冷めるまで置いといて冷めたらこっちにつけてそれで完成。完成完成、なるほど。かなれんこんをねフライパンでやります今日はい、うん、だって焼き台なんてないでしょ、まあ、確かに家庭用ですから。うんうんうん、ね、そうフライパンでやっちゃいましょう。はい、はい、ね、はい、油少々やって、うん、そうそう少々やってで、これもうあの醤油止めちゃう。醤油とみりんと酒ってもう焦げやすいものいっぱい入ってるから、うん、弱火でやる。でもう片栗粉も打たない。なるべく焼き台で焼いたみたいに近いような感じに仕上げるから。はい、あーお腹空いてきた。いい匂いだよ。ご飯炊こうかなご飯炊けません。炊けない。見といてください、ね、で、あの余計な油を油取ります。油取ります。おいしょ。わー、ね、美味しそう。お酒、うん、酒1、みりんも1入れちゃいましょう。ちょっと少し強火であの酒を飛ばしてください。うん、うん、いいですね。この美味しそう。ブクブク、うん、かわいい。 かわいいの拾わないでください。いや私は知りませんよ。集合体恐怖症ですよ。あ、俺と一緒。あ、本当ですか。だからもうひまわりの真ん中の部分とか見れないですよね。無理無理無理。もったいない。何もったいないって。どういうことですか。どういうことマジで。待て砂糖も1、うん、これはあの大体大体大体とりあえず最初半分入れるか。半分くらい、うん、後で足せるように。もうちょっとしたら吉川さんの仕事ができるよ。ちょっと待ってそれ。なんだ。照り焼きにする作業やってもらうんで。え、怖い。怖くねえよ。あ、こういう感じ。わあ。だいぶ、わかるよこれ。おいしそう。すごい。泡の出方が変わってきてるでしょ。違うね。で、こうなったらもう火弱くしないとダメだから、すぐ焦げちゃうから、ここまで来ると。で、これをこうやってちょっとずつこうやってかける。これは別に怖くねえし、簡単でしょ。怖い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 。何言ってんだよ。もう食べちゃいた。ダメだよ。照り焼きってますね。すごいできる人っぽい。で、ここでまだ大丈夫なうちに、うん、できる人っぽい、はい、見ましたか。すごいいいです。いただきます、うん、甘いと思うんだけど、どう、うん、甘い。あ、でもいい。おいしい。うっそ。
え、いいの？おいしい。どうする？え、めっちゃおいしい。え、醤油は？入れない？いや、私はもういらない。私もいらない。ほんとけ？あ、じゃあこれでもうちょっとかけて完成しようか。ほら、照り焼きになったでしょ。あった、ありましたね。じゃあこれで、まあ、あとは後で食べてもらいたい感じ。はい。完成。じゃあ完成。最後に、上に添える、うん。で、そうそう。レンコンさんを。これもう冷めたらポーってこう入れちゃえばいいから。これで、あのね、本当は1日ぐらい置いた方がいいんだわ。うん。で、だからその1日置いた状態のやつ、昨日作っといたんで。おー、うん、それをあの食べてもらうから、完成。完成。うん。あ、じゃあね。せーの。完成！完成です。はい、ブリの照り焼き完成いたしました。早速いただきましょう。はい、やだ、なんかいただきます。いただきます。やだ、かわいい。すごい油、すごいですよ。いいブリ。私レンコン食べよう。え、そっから。かわいい。いただきます。どうですか。うん、柔らかい。こんなに柔らかい。味もすっごい染み込んでる。いただきます。音聞こえます？いや、聞こえてます。うまっ。おいしい。おいしい。ブリもすごいおいしいよ。ちょうどいい使い具合。結構吸い入れるなと思ったけど、うん、甘い、なんかマイルドな味ですね。簡単にできちゃうのよ、これが。私もフライパンでブリで隠しとくて。うん、どうすか。美味しいです、先生。あ、そう。美味しい。ブリの癖が全然ないですね。うん、めっちゃ美味しい。見た目もこんな可愛くて。そう、さってできるからね。このまあ魚ちょっと薄めにしといたから、うん、すぐひげ入るようになってるからふわふわに仕上がるんだけど、こんな分厚いと難しいから、自分でやろうと思ったらこんぐらいの厚さに切ってやるといい。あ、うん、確かにふわふわ、うん、めっちゃ美味しい。ふわふわ。これあのパサパサしやすいからね、ブリは。うん、うん、だからあんまりこうね、じっくり焼くとかしない方がいいの。だからそれで地にもつけて、あの味をちょっと染み込ましたんだけど、まあ、そういう感じですよ。美味しい。簡単だし美味しいです。ありがとうございました。どうも、もさもさ。はい、吉川優です。ラベンダーの岡田まりなです。はい、先生、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、今日は何を作ってくださるんですか。アジのたたき。きたきたきた。これなめろう。きた、うん、で、俺が作るんじゃなくて2人に作ってもらうんだからね、これ。任せてください。釣り人ですから、私たち。私たち。アップフロント唯一の釣り部2人しかいないんですけど。そうなんです。入ります？どうですか？あ、俺でも本当に去年から釣り始めたんだよ。あら、じゃあ私もう釣り歴はもう15年以上なんで、何でも聞いてください。難しいよね、でもね。俺はルアーしかやんないから。あー、いいですね。昨日も夜中3時までシーバス行ってましたよ。ってことで今日は魚料理。うん、はい。やっぱ私たちのね、腕の見せ場ですからね。そうですね。はい。よし、じゃあやりますか。じゃあお願いします。はい。こんなに？でかいでかい。こんなに大きいアジ釣れないよ。知ってる？関アジって。知りません。いや、ブランドだよ、アジでも。え、めっちゃ美味しい。美味しいじゃないですか、うん、一応これ姿作りにしようかと思ってんだわ。そのまま。え、姿作りっつって分かんない？分かりますよ、分かります。姿のまま こうやって顔がついてるやつ。うん、うん、それにしようか。あ、じゃあ頭取っちゃダメってことか。そうそう。難しそう。ちょっと、ね、じゃあ難しいな。うん、だからちょっとね、見せようか最初。どうしよう、アジがわがままボディですよね。何わがままボディって。ボンキュッボン。ああ、そうだね、これうまそうだね。丸々しちゃって。え、なんでなんかおかしいから。若干の話の食い違い感がすごいですね。やりましょうか。やりましょう。うん、え、何わがままボディって何。あの、吉川さんの、うん、こう、なんていうんですか、ネーム、あの肩書きがわがままボディ吉川優。自称わがままボディ。すっげえもうくっついてんだね。かっこいいね。何が、え、かっこよくないですか。うん、かっこいい、かっこいい。そうなんです。俺大好き、そういうの。ありがとうございます。世の男性は大好きだと思います。税後ね。あ、これも難しいんだよね。ペティナイフなんかでやったことねえから、できやしねえわこれ。なんかちっちゃいですね。うん、北京ナイフ。ペティナイフです。あ、ペティナイフ。北京ナイフって何。
聞き間違いが最近多くて、うん、年で年ってそんな年じゃないでしょ。いくつ？24です。まだ若いよ。いやいやいや、めっちゃいい。こういう感じでもうね、はい、色違い見てわかるでしょ。わかる、全然違う。これを残したいわけよ、頭をね、うんうんうん、だからちょっとね、おろし方変わる。難しそう。お腹を残す。はいはいはい、うん、わあ綺麗。綺麗。無駄がない。これちょっと難しそうやで。いや今回結構レベルの高い料理が多いですね。そうだよ、うん、あえてそういうのにしてある。なんでですか？お姉さん組だからやっても平気なのかなと思って。おで、こういう感じになるわけよ。見る目ありますね。すごい。このね、骨に全然身がついてない。ビンボッチャマみたいな感じ。ん？ごめんなさい。なんで？わかります。ビンボッチャマ。ビンボッチャマ。これわかんないですか？わかりました。わかった、わかった。これ年代じゃないとわかんないです。オッケーオッケー、わかった。俺すっげーわかったわ。面白い。私面白い今。なんでそんな例えすんのかねって。やりづらいだろうから、ちょっとね、タオル入れて、ちょっとこういう感じにして、なんかこういうなんか鮎みたいな感じになるんですよね、うん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 、確かに。折りながら、うわ、料亭だ、料亭。こういう感じでいっちゃおうかなってさ、思ってるわけなんですよ。いっちゃいましょう。うん、うわ、痛い。税子、税子、税子、大丈夫かな。聞かせる、慎重にね。大丈夫ですよ、慎重ゆえに。よし、はい。最後のとあの落とし方もちょっと怖かったからね。大丈夫、ほんと怪我しないでね、うん、まあ、怪我も料理ですからね。なんて？怪我も料理。いや、聞いたことね、そんな言葉。本当ですか？うん、手切らないようにゆっくりでいいから、そこもちゃんと取ってください。切っても料理ですよ。いやいや、そんな料理じゃねえわ、そんなの。ここ？いい味だから、うん、え、こっち頭？入れますよ。あ、まあ、うん、そっちでやる。でね、ここぐらいまで、この色が、あ、おー、行き過ぎ、行き過ぎ。私も先生言ってください、うん、行きますよ。うん、これで、それで、そう、ここめがけて、こういう感じ。先生、うん、あ、もう止めて、うん、止めた。うん、それで、ここをこういう感じで、そう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 、そうです、そう、うん、で、おかまりが本当に魚だね。魚だね。うん、いやでも本当に、さばいてますね、いつも。うん、お湯だけあってうまいね。そうそう、うめえね、ほんと。やだー、ちょっとー。はい、なんか小さいけど、うん、OK、はい。で、刺身を盛り付ける土台はできたわけです、これで。できました。うん、こういう、今までこうやってた作業ってバイキンがすごいのよ、やっぱり。うん、うん、だからこの上で刺身切ると腹痛を起こす確率がそうなんですか？すごい高いから、うん、だからまあ使うにしたらこれを相当きれいに洗うか。今日はもう分かりやすくわざともう別のまな板用意してやってみようかなと思ってるんで。はい、うん、それでじゃあ2人でやってみてください。どっからでも入り口出口最高ですか？うん、いけます。うん、いけるいける。こういうのは菊花さんが得意そうだな。確かに、これ雑さナンバーワンですかね、こういうのは。大胆にね。この音、どっかで聞いたことある。あれ、何の音だろう、これ。雑さナンバーワンって、うまいことやってんじゃん。うまい、うまい、まあね、やっぱりね、俺なんて向けないもん。まずこれ、中骨を取ってないから。はい、もうこうやって。取っちゃいましょう。はい、で、それをおいしそう。うん、身がね、ブリブリしてるから切りづらいかもしれない。おいしい。もう食べれる、それ。もう食べれますよ、これ。あ、骨取れてない。それで、そしたら、これ細身ちゃんだけど。うわ、すごい。
こんな長い包丁なんて使ったことないよね。こっち側って使うんですか、この包丁。ほとんど使わない。何のために長いんですか。あれですか。わかんねえ、俺なんでだろうね江戸時代の風習ですねまあ、そうとも言えるわ。それでいいや。あのそれでいいんだ、うん、だいたいあのここぐらいまでなんだけどね、使ってもね、スーッて刺身あの切るときとかも。こっちはもう使わねえ。だから研いでもない、普通研いでもない。あの研がない、根元の方がそんな、私にやらせちゃ。え、先生怖い、長い包丁。あ、でもほんと怖い。え、怖い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 。もう全然違うもん。あ、そう。じゃあ小さいのでやる。いや、長いのでやる。うわ、怖い、長い包丁。で、これを半分を刺身にして、半分なめろうにしてみますか、じゃあ、うん、はい、はい。かつらむき。また包丁が変わりましたね、うん、あー、よくうちで使う。これ？この感じ。下が木のやつですよね。うん。うわ、やっぱほら、透けて見えなきゃいけないんですもんね、それ、うん、これまだ、まだこれはかつらむきに入ってないからね。まだってことですか。あ、ここから、ここからかつむき、ここまでは下じゃない。やばー、わかるかな。下準備のレベル高っ、うんうん、こう、なんか色がか、ここから変わるでしょ。このここから、うん、はい、ここの周りの皮っていうのはゴワゴワしてるから食べないんだ。食べても美味しくないから。で、煮物とかするときもこれが残ってると柔らかくなりづらいから、うん、これは取っちゃう。もうえ、これもう難しい。でも、とりあえず最初外側向くんですもんね。そう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 。お、岡田さんうまいね。できた。うん、ちょっとでもいい、ちょっとで、あの、は、こんな幅広くしないでいいから。こうあるでしょ。ちょっと、ちょっと押し上げる。で、押し上げですか。押し上げ、押し上げ、半蔵門線。うん、よく知ってるね、押し上げなんだちょっと、マジ集中力切れる、ほんとに頑張れ。いや、じゃあさ、もう岡田さんがさ、いや、あの、それ一生懸命やってればいいや。菊花さん、なめろでも作ろうか。わかりました。横でちょっと作っててください。これはもう、こうやってもうひたすら叩いてください。え、楽しい話しましょう。しません。えー、集中してください。え、私でも集中しなくてもこれできちゃうやつですよ。うん、それでも集中して、キッカーさんは。ただただ叩いてて、うん、そう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 、ただ叩いてても。なんなん、なんか話しましょうよ。宇宙人の UFO の話します。いつ地球は終わるのかっていう。怖えよ、なんか言ってることが。いつ終わると思います。生物の中で一番強いのってゴキブリですからね。それなんか前も話してたね。二人で話しましたよ、この話。何の話してるわけなのあなたたち。大丈夫けよ、本当に。何が一番怖いですか、先生。俺、キッカーさんが怖いよ、今は。どうやって、その、世界が滅びると思います、先生は。わかんねえ。何の話だよ、これ。右手の包丁を押し上げる力と、左手の送り出す力が、いい感じになってくると、うわー、めっちゃ薄い。押し上げ、押し上げまだ言ってんのか、押し上げはよ。どうなっちゃってんだこの人はよ。入れますか。もう生姜とネギ、あ、生姜、違う、生姜と味噌、味噌で味付けしようね。ただそう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 ね、なめるはもうね、ちょっと見た目下手くそな。うん、まああのあと刻む練習にもなるから、もう置いとけばいいさ。やべ、どうしました。いや、この恥ずかしい箸使っちゃった。思い出がたくさん詰まった。うん、違くて、あの左右で揃ってねえんだよ俺なんかもう手に馴染んじゃったから、これじゃ、こればっかり使ってたんだけど、なんか言われちゃいそうだねこのどうだろう、ちょっとだけいいかな無理だ、キッカーさんに邪魔されて。マジで、なんで私邪魔して。美味しいですか、船長。うん、俺船長か。あ、船長じゃない。ちょっと、ちょっと、うん、ちょっと、うん、ちょっと、ちょっと食べてみて、どう？いける？あ、おいしい。生姜の味、おいしい。が、すごいあれ、おいい気が。そうか？わかんない。もうちょっと聞いててもよかった、いいかなと思ったけど。うん、大丈夫か？それで、行っちゃおうか。そうですね、しますか。大丈夫？あ、いいよ、いいよ。完成。なめろ。揃ってから完成って言ったらいいじゃねえのよ。あ、ごめんなさい、失礼。なんでそれだけで言っちゃうの。今、ギャグを今言ったんで、ごめんなさい。ギャグパートで使ってもらいます。それで、うん。で、それで、
もうさ、もう妻にしちゃね、俺が。え、巻くんですか。うん、ちょっと暑い。そう、もうね、前半のだけで暑いの。妻にしちゃうんですか。しちゃう、ね、やだー、もう先生。で、これをない。千切り得意なんだよね。いや、これだそうだそうだ。うわ、ちゃちゃちゃ、すげえな。太い、太い、私太い。うん。ちょっと先生のこれには並びたくない。スマじゃないじゃないですか。そうそう。ちょっとじゃあこっち来てる。スマって知ってます？うん、知らない。あ、もう大体いいや。二人分ぐらいはあるからいいや。いや、これ最後までよろしくください。うん。できたー。うん。ちょっと違うな。こうなんかこう、ほら、尾っぽがビーンって立ってる感じに。あ、いいか、いいか。うん。うん。ちょっと違うな。うん。なんだろう。なんかかっちょいいように。なんだろう。もうちょっとかっちょいいようにやり直して。ごめんね、ブスブスさしちゃって。はい、入ってきました。できた？立ちすぎちゃってますよ、この尾っぽ。確かに。そうそう。うん。串が見えないようにね。そうそうそう、そういう感じでうまいこと乗せて。すげえな、だけど、ほんと鍵見てたな。大葉、大葉さん、大葉さんをやります。あの、自分の好きなようにでいいよ。まあ、こう持ったらかっこよく見えるわっていう。じゃボロボロ結構落ちますね、先輩。結構ぐちゃぐちゃですよ、先輩。乗らないのはなんでだろう。まとめてこうと。うん、ちょっといいかな、じゃあ。もう手でやった方が早いですね。わかるんだよ、言いたいことはわかるんだけど。 それじゃさ、あかんですか。あかんですよね。私だったら手でやっちゃうな。ここでこう形作って、まあまあ手、半分手なんだけど添えないでガシャっていくのはさ、箸を添えながらやったら、あのね、所作が綺麗に見えるけど。うわ、本物だ。まあこういう感じだよね。いい、うん、せーの、完成。はい、完成です。はい、アジのたたきなめろうが完成です。イエーイ。こちら行きましょう、行きましょう。見た目がもう料亭ですよ。料亭、もう料亭。これ多分これだけで、うん、2500円に、これに白いご飯で2500円、これいけると思います。じゃあ私は叩いた方に、なめろうから、あ、吉川さんね、叩いたなめろう、そのままいけますからね、多分アジ。いただきます。いた。美味しい。うん、よく叩かれてる。いただきます。叩いていいよ。そんなことできないですよ。美味しい、これ美味しい。お刺身の方いきますね。うん、いただきます。豪快に行きタイプ。うん、おいしい。プレプレ。うん、うん、一気にね、こうやって豪快に行って食べるのがまたいいんですよ。大将、おいしすぎます。これやばいですよ。そうでしょ。これがまずかったら問題だってぐらい、あの、うん、うん、めっちゃおいしい。これうまいでしょ。これ本当にアジのお手柄だよ、今日は。もうこれ、いや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 、うまいでしょ、これ。おいしいです。うん、なめろうはもうちょっと、確かに大将が言う通り。大将って誰だよ、これだけ。大将が言う通り、うん、生姜入れた方が良かったなと思いました。うん、今ここで生姜入れて。今生姜入れて作ってます。うん、まあ、こうあね、それはお好みなんだわ。うん、この大葉を刻んで入れたりしても、まあね、さっぱりしたりもするんだけど、うん、今日はもうちょっとね、うん、ね、うまいでしょ、うん、自分で釣ってきた、もう関アジもうまいんだけど、もっとうまいのは釣れてすぐの魚の方がもっとうまいから。あ、いいですね、うん、もしアジ釣れたらね、こんなご大層なことしないでも、もうバッと下ろしたの、ね、皮をひむいて引っ張るだけはもうそれでできるんだから。確かに、うん、絶対そっちのうめえ。簡単です。関アジよりうめえよ。簡単ですよ、うん、でも確かに、ね、女性が
やるのはちょっと難しいかなと思うかもしれないんですけど、意外とこんな私でもできるんで誰でもできると思いますよ。説得力ありますよ。うるさいわ、誰だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。はい、どうもご苦労さまでした。ありがとうございました。はい、吉川優です。ラベンダーの岡田まりなです。はい、先生よろしくお願いします。お願いします。さて、今日のメニューは何ですか？ジャコの有馬煮でもやりますか？聞いたことない。有馬煮って何ですか？有馬山椒っていうのを入れて、あのこうちょっと山椒の風味を効かせた佃煮。なるほど。これも本当簡単だから、すぐできるから。はい、じゃあ行きますか。はい、じゃあ材料はジャコか。そう、あ、ジャコか、ジャコ。イエーイ、食べてもいいですか？いいですか？まあ、まあ食えるやつだけどね。イエーイ。これが有馬山椒。え、うん、あ、山椒。うん、山椒、あの醤油でさっと煮て、でこう漬け込んどいてやるやつ。うん、これよく見る。これ叩いて入れると。うん、まあ、そういう感じなんで早速やってみましょう。あのね、ちょっと塩気、さっき食べて、ちょうど食べてもらってよかったけど、ちょっと塩気があります。あります。それをあの抜きたいわけなんですよ。はい、だから一度茹でちゃうんですか？うん、茹でて抜いちゃう。あえて、うん、そうそう、あのね、こういう佃煮とかするときに、あの塩気が残ってるとね、あの後でものすごいしょっぱくなってくるから、塩すごい感じるようになっちゃうから、これ抜いてたらいいです。はい、ほらね、こうバコバコって出てきた、出てきた、うん、お塩だこれ。うん、アクだな、塩分入ってるのかもしれないけど、こういう感じでパーって、はい、うん、だいたいもうね、どうしました？こんなぐらい、曲げたら、沸いてからこんなぐらい。びっくりした、今、うん、今、時が止まった。今びっくりした。こんな感じ、もうこれでいいんだよ。はい、で沸かして、あのザルに切ります。はい、ね、で、こうやって水気を切って、はい、これを煮る。そういう感じだから、うん、はい、この材料にひたひたぐらい、こういう感じの水、はい、はい、うん、入れて、カップぐらいの水入れて、酒、うん、これはもう適当、うん、これでとりあえず沸かします。うん、後から、砂糖と醤油ちょっと入れるけど、うん、とりあえずこれで一度パーって酒飛ばしちゃいます。はい、うん、はい、じゃあ、酒も、はい、はい、人に出し出して飛んだところで砂糖入れていきます。砂糖、うん、砂糖大体ね、これぐらいかな、スプーン2ぐらい、うん、大盛り一杯みたいな、うん、そんな感じ、そんな感じ。それで、さっさっさっさ、ちょちょちょっと混ぜていって、で、醤油も、はい、はい、あまり最初からいっぱい切らないでいく、うん、後から足せるから、醤油は、うん、うん、もうこれね、はい、失敗しないコツは何かって言ったら、あの醤油をいっぺんに入れすぎないことだけ。うーん、あとは焦がさないように火加減注意すれば勝手にできるから。今これ火は強火ですね。結構強いですね。うん、まだ、うん、グツグツ言わせたままやると。そうそうそう、こういう感じでいい感じまで詰まってきたら、こう混ぜながら、うん、あとは火を今強火だけど、もう弱火で、うん、あの汁気を飛ばすように、あのあやっていくだけだから、うん、まあいいや、色はそんなにきっとりついてないでもね、うん、味がついてれば。そうね、あと愛があれば、うん、おー、愛がいっぱい入ってるこれ。本当すごいよ。ギト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 の愛か、ちょっとギトギト、ちょっと嫌ですね。はい、ね、だいぶ詰まってきたでしょ。はい、はい、色もついてきてるね。で、これもう一息なんだけど、そこで入れます。きた山椒。うわ、旗から見ればキャビアに見えますよ、皆さん。見えねえよ、遠目から撮ってください。遠目から全然キャビアじゃねえよ。あー、ちょっとあれ、俺ちょっとあれしちゃったかな、入れすぎちゃったかもしんねえ、ごめんね。アイスあれば大丈夫です。ビリビリしたらごめんね。大丈夫です。うん、まあこういう感じで、おいしそう。もうかあれするでしょ、香りが。これね、あのめんどくさくなかったら少し旗たきして入れると、より効き、旗たきって何？旗たき、あの叩いて潰すの。へぇ、うんうん、そうそうそう、もったいない。うん、そう、いやでもあのその方が少ない量でより山椒の香りが効くから、うん、で、これで、ね、もう一息詰めていくんだけど、ここの時点のここで味を大体あの予測するっていうか、あれなんで、またちょっとこう試食のお時間がやってまいりました。試食ったってこのタレだけだよ。イエーイ、いただきます。タレだけか。私普通に具を取ろうとしちゃった。具はダメじゃ。うん。どう？
まだね、甘いかな。うん、甘い。ここの時点で。でもこれが正解なんですか、でも甘いのが。うん、甘い。ね、うん。いや、あのね、まあでも、少し甘めにしないと、これ全部あの汁気飛ばすって言ったら、あの醤油が勝って、美味しい、勝っちゃう味になるから。うん。うん、多分、じゃこについたな、こんな甘くないの。うん、きっと、うん。いいと思います。あれもう、いいじゃないですか。いい感じじゃないですか。そうでしょ、うん。汁がなくなっちゃったもん。急に。そう、来るとき急に来るからね、うん、で、これで完成って言っちゃってもいいんだけど、うん、もう少しこう汁気飛ばした方がよりいい感じだから、もうちょっとだけいきますか。はい、じゃあ愛を込めて。すごい、でも山椒入れるとまた、うん、エロいあれになりますね。ちょっとね、おじさん、あの入れすぎちゃったんだ山椒ですか。もう少し少なくてもいいかもしれないけど、分かりやすくしようと思ってやったら入りすぎちゃったそれぐらいが、うん、でも山椒の香りするでしょ、うん、うん。これでもう少し汁気飛ばすと、よく見る佃煮ぐらいの色になってくるんだけど、あんまりこうしょっぱいのが好きじゃねえって言うんだと、ここで止めてもいいぐらい。意外ともう飛んできましたけどね、ご飯に乗せて食う分にはこれぐらいでもいいんだけどね。あー、いいですね、うん、いいんじゃないでしょうか。もうちょっと行こうか。でもで少しもうここまで来ると、私の愛も、火はもうここぐらいまで来てたら極弱にしてください。極弱、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 うん、そうしないといきなり焦げるから。あー、そうなんですか。もうじわじわ水気飛ばすような感覚 でそうそう、いい感じで、ね、そこの方があの擦るように、そう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 、そう、それで、で、ちょっといい、え、こう、はい、そこを擦って、擦って、擦って、で、あの、上下をひっくり返すようにバッてやって、で、またこう鍋の底を集めて、うん、ひっかき回すように混ぜてもらえれば、そうそうそう、わ、いい感じ、くるみコーナゴみたい。たまにこう、ひっくり返してやる、ね、っていう感じ。だいぶもう佃煮っぽくなってきたね、みたいな、ね、あ、いいじゃないね、くるみコーナゴみたいな。いいですよ、私が言ったやつ言わなくて今のところカットかなってなんとなくちょっと想像してたんで、うん、ほら、もう火見て、すっげえ弱いんだけど、もうなんかもう出てないに、ちょっと危ない音してるでしょ、うん、これもっと弱く、ちょっといいかな、もう、え、もうすごいですよ、もう結構もう、もういいかも。味がさっきのでも大体いいと思うから、うん、もう多分良さそう。じゃあこれで完成って言ってもいいね、もう。はい、いっちゃいますか。はい、タイトルコール、はい、お願いします、はい、先生。俺が言うの。はい、じゃあジャコの有馬に完成です。完成。これ俺はい、ジャコの有馬にが完成いたしました。こちら出来上がりました。これ包丁使わない、ほいで入れるだけで簡単だった気が。そうなんです、混ぜるだけ、混ぜるだけ、混ぜるだけです。いい、なんかもうほんとなんかお正月っていう感じ、わかります、うん、あの高級料亭だよね、全部今日やったもの、やったものが高級料亭です。うん、匂いは美味しい、山椒の匂い、うん、美味しい。いただきましょう、早速。いただきます。いただきます。いやー、初めてでもこれだけ食べるの。めっちゃ山椒。そう、一口噛んだら山椒で、その次にジャコの、うん、あの中に染み込んだ醤油とかタレの、あの味噌とか、味噌は入れてないと思うけど、入れてないけど、でもそういう醤油とかの、あの味が一気にくる、うん、にプラスジャコの匂い、ジャコと山椒の匂い、これご飯合いますよね。うん、おいしい。こんなになるんだ。ちょっとパリパリもするかもしれない。おいしいです、おいしいです。簡単でしょ。全然山椒入れすぎじゃないと思う。あ、そう、はい、うん、このくらいが良かった。めっちゃおいしい。おいしい。これ山椒入れることによってしつこすぎないですね、味が、うん、にプラス
ね、もう愛が詰まってますからね、噛み締めれば噛み締めるほど出てきますね。もう愛がたくさん溢れ出てます今。マジか。もう大好きです、ありがとうございます。どうもどうも、うん、おもしれ人だね本当にね。いやいやいや、お互い様。前も言ったけどさ、こんな笑ってるの最初ありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労様です。ありがとう。